どうもブラザー、白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は北斗の紹介なんですけども、まあもう北斗無双というか、まあ、三国無双みたいな風に戦えるキャラクターだったんで、ちょっとそう名付けてみました。で、冒頭で見てもらった通り、まあゴーレムと打ち合っても、まあ、吹っ飛ばないっていうか、まあ三国無双状態になるっていうようなあのキャラクターになってます。で、その理由と、まあステータスですね。まあビルド一応組んでみたんですが、まあ、こういった形で北斗のレベル60まで上げて天賦解放まで行きました。で武器は、まあ、末路つけてるんですけど、これただ単に似合うからって理由で、つけてます。でもしなければあの清風体験とか、あと殴り続けたりするので、もうこっちの白衣とか、まあ、そこら辺をやってもいいんじゃないでしょうかね。あともうシールドで、まあ、自分のことを守り続けたいのであれば、サイレンの体験とかもあのチャージ効率も上がるし、面白いかもしれないですね。はい、で生物なんですが、今回は、坂飛びの流星、夏祭りシリーズっていうんですかね、あのそれをつけております。で理由としては、まあ、シールドの耐久力が上がるっていうのと、まあ、こちらのシールド状態の時に通常攻撃と銃撃のダメージが上がるっていうところになります。まあ、基本的に通常攻撃と銃撃を使って戦うキャラなのでこれにしました。で他にあの雷の、元素のものであったりとか、あの使ったりするっていう選択肢もあったんですが、戦う時に自分でコントロールできないんでやめました。まあ、具体的に言うと、炎元素の相手とかと戦うときに、まあ、雷とか、まあうんまあ、氷のもんだったりとかもやると、その元素が一回なくなってしまったりするんですね。だから無属性のやつに電撃与え続けてっていうのであればよかったりとか、まあ、マルチで全員で、ね、あの電気属性とかだったりするとダメージが伸びるんですけど、結局 2,3 発に1回しかあの満足なダメージが与えられないような状況になってしまってたんで、僕はシールド状態で安定するこっちにしました。で組み合わせレシピなんですが、元素チャージ効率を上げます。あのさっき言った清風体験を使わない場合であれば、やっぱりチャージが必要になってくるんで、白衣とかこっち使うのであればチャージですね。あとこっちとかね。でこっち使うのであれば、そのチャージ効率に回した分を火力の方に回していいと思います。で今回は一応チャージ効率を上げるパターンですね。チャージ上げて、チャージ上げて、チャージ上げる。残りはあの戦い方によっては雷元素だ、あのなんだろう、シールドを付与させながらあの戦うとかであれば別にこっちでも大丈夫です。普通にあの元素爆発をあまり使わないで普通にボコボコ殴り続けるみたいな感じであればこっちでも構わないです。物理ダメージでも。でこちらは一応会心率に盛りました。ダメージの伸びがあのえぐくなるんで、はい、でレシピはこんな感じで、キャラクターの説明なんですが、まずあの今回ピックアップ来てるんで、北斗が6になったんで、まあ、ちょっとビルド考えてみようかなっていう感じだったんで6になってます。で雷よりっていうんですかね、これがあの、まあ、HP 上限のシールドを15秒間、要するにあの元素爆発をした瞬間に自分にシールドを出すっていうものになります。はい、なので HP が高ければこのシールドがまあ強いっていうのと、まあ、15秒間なんで、まあ、ほぼあの壊されない限りあのシールド状態が続く。であのさっきの夏祭りとの相性もいいと、一突で大丈夫ですね。はい、でこちら、これは稲妻が追加するやつ、今回のビルドであればあんまり重要性はない。でこれがあのシールドのカウンターするときのもので、こちらが通常攻撃の 20% があの雷ダメージが付与される。これ相手から攻撃を受けたときなんで、例えばシールド張っててダメージがないときでも大丈夫です。カウンターのときでも大丈夫です。でこれがスキルが上がって、でこれが元素爆発ですね。元素爆発が継続しているときに、まあ、周囲の敵に雷耐性のマイナスがつくと。なので雷バフをついた状態であのこれを打つとかなり強いのかなっていうところで、だからさっき物理ダメージバフにするのか雷にするのかはあのお選びくださいっていうことでしたね。
元素爆発回しまくんだったらこっちの方が優秀で、テンプなんですが、まあ普通に通常攻撃とカウンターですね。でカウンターの方の説明なんですが、まあ普通に相手から攻撃を受けるときに、まあカウンター状態、要するにスキル長押しの状態をしておけば相手の攻撃を防げると。で防いだ回数の分ダメージの倍率が上がってくるっていう形になりますね。はい、で相手が雷の属性であればかなりいいと感じになります。スキルが発動した時に雷元素が付着するんで、まあ、それで雷元素へまた追い込めるという感じ。でシールド吸収は HP 依存なんで、まあ、HP はかなり高めに設定した方が面白いのかなというところですね。でこちらこれが無双状態ですね。まあこれでガーって怒ってもう無双状態になって戦うことができると。でこれのいいところはですね、通常攻撃と銃撃両方影響するんで、まあ普通に殴っててもいいし、長押し銃撃でバツ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 攻撃するのもありですね。はい、でスキル攻撃になるんで、まあ威力がねちょっと変わってくると思います。普通の通常攻撃じゃなくなるんで、物理バフダメージとかよりも、まあ無双状態で戦うのであれば別のバフが乗る方が面白いのかなって感じで、僕は今回注目しているのがキャラクターの中段耐性アップってところですね。これは多分連撃の中段なので、要するに普通に5連撃とか通常でするじゃないですか。で銃撃だったり、その時に相手から攻撃を受けると中断してしまう可能性があるんですけども、それの中断耐性がアップするっていう感じになります。なので北斗は基本的に無双状態であれば中断されづらくなりながら戦うことができるっていう感じになります。はい、で時間と元素エネルギーの必要量はこんな感じで、次こちらなんですけども、完全なる霊光、これが攻撃された時に発動したこのカウンター攻撃の反撃は最大ダメージ上昇効果があると。でこれが結構難しいんですけど、攻撃された時の瞬間にちょっと前ぐらい、まあなんかリスナーさんが聞いたのは 0.4 秒前ぐらいから発動して、で食らって、それでガードしたものがこれの効果が得ると。要するに最大ダメージになりますよって、要するに1回しかガードしてないのに2回分のガード量になるということですね。でこれは応用編としては、草を燃やして草のダメージが入る瞬間にやってたりとか、まあ水辺で電撃ダメージ入ってたりとか、そういうやり方もありです。でこちらがそれに連携するものなんですけども、最大ダメージになった状態ね、要するに2回カウンターで状態で2回食らってからやるのか、それともさっきのカウンター状態の一発当たった瞬間にやるやつなのか。でこれは後で詳しく説明しようと思ってたんですが、その食らってからでもなんかできました。はい、普通に弓とか食らったって思った瞬間にボタンを押すとなんか発動してたんで、ノックバックしなければ結構できるんじゃないかなみたいな感じでしたね。でこちら最大ダメージ上昇効果のあるもので、10秒以内下記のものがあると。これが通常攻撃と連撃の攻撃速度とダメージが上がるっていうことになりますね。で銃撃にかかるときに構えたりするんですけど、その時間が減少する。だから要するに無双向きですね。なのでカウンター発動してバチクソにこうやっていくというような感じで、これは泳ぎのスタミナです。でまあこういうのを利用してちょっと冒頭で見ていただいた動画みたいな感じでできるんですが、ちょっとからくりがありまして、今回使っていくのがまあノエル、行幸、横空きなんですけども、これ理由がありまして、まずはシールドを付与するキャラクター2人
これは何に直結するかっていうと、あの坂飛びを装備しているあのこちらの攻撃力を常時アップさせる状態にできます。要するに爆発攻撃じゃなくてもシールドが乗る可能性がある。なのでノエルで、この2人が入ることによって何がで起きるかっていうと、元素共鳴が起きるんで、あの岩キャラ2人で連撃の中断耐性がこれ上がるんですね。プラスシールドが存在するときに与えるダメージが 15% 上がるんです。なので相乗効果、相性が非常にいいのが岩2つとこの坂飛びの北斗で、シールドを発生させながら北斗自身も元素爆発で攻撃するので、まあシールドに相性のいいキャラなんですよね。はい、あとまあカウンターする時のシールドのね強さも変わりますし、で行く空き、これが結構面白いんですけど、こちらのキャラクターのまあ雨すだれの剣ってものがあって、これってまあ水属性をねこうダメージも与えることもそうなんですが、あのキャラクターの中断耐性が上がるんですね。これも連撃の中断耐性になるんで、要するに中断耐性、中断耐性、中断耐性みたいな、まあ、まあ北斗がずっと攻撃し続けることができるのをサポートするあのピックアップ、まあ、北斗艦隊みたいな感じになってますけどね、まあ、これを出してるときはかなり中断耐性も上がるし、まあ回復も使えるという感じなんですね。まあ、ちょっと湯かきレベル上げきれてないんで、ここら辺が解放されてません。でこの水ダメージ 20% アップが直接こっちの、雨すだれの方に影響されるようなんで、まあ、それも含めて湯かきも育ててみても面白いんじゃないかなっていう感じになります。はい、でこれを利用した、ビルドでさっきの、まあ、ゴーレムをボコボコにするみたいなあの動画が実現しました。まあちょっと北斗使いづらいんですけど、これで使えばまあかなり火力がゴリゴリに出るキャラクターではありますんで、ぜひね、もし今回のピックアップで北斗も突録しちゃいましたみたいなことであれば使ってみても面白いんじゃないかと思います。どうもありがとうございました。はい、じゃあこんな形でいつもビルド動画とか、まあ、原神の、情報お伝えしてますんで、ぜひぜひまたチャンネル登録の方して高評価の方もしていただいて、まあ、ご支援いただければと非常に嬉しいです。はい、では原神ライフ、これからもお楽しみください。またお会いしましょう。グッバイブラザー。